どうも皆さんこんにちは、ゴンです。今回紹介するのは YouTube に投稿された奇妙な映像。監視カメラにスマートフォン、廃工場に廃屋、民家の映像まで、今回も幅広い恐怖を持ってきました。それでは早速本編の方に進んでいきましょう。最初に紹介するのはヒルさんが投稿した映像。ヒルさんは主に廃墟探索の動画を撮っており、これまでにも廃病院や教会を探索していました。そして今回やってきたのはとある廃工場。ヒルさんは探索中、数多くの怪現象に遭遇しました。Hello? Hello? Hello? Nobody's in there. And I definitely heard something.勝手に物が動いて、誰かの影が映る。廃工場には一体何がいるんでしょうか。次に紹介するのはトニーさんが投稿した映像。トニーさんは踊っている息子を撮っていましたが、その背後に誰かいました。Dan, look at Liza, go like this. Liza, hey, like this. Liza, look it. Hey, Liza, go like this. Were you dancing to some Green Day? Dance, go. 息子の後ろに正体不明の子供がいました。撮影当時、トニーさんはこれに気づいておらず、彼の友人がこの映像を見て初めて気づいたらしく、また息子本人も何かを見ているような素振りをしており、子供に気づいているような。この子供の正体、皆さんはどう思いますか？次に紹介するのはポルターガイストの映像。撮影者はドアノブを撮っていますが、実はこのドアノブ、なぜか勝手に動いていて、ポルターガイストの激しさは幽霊の気持ちの強さを表している。私はそう思っていますが、今回登場した幽霊は何を伝えたかったんでしょうか。次に紹介するのは
パラノさんが投稿したいぞ。投稿者は主に廃墟に行っており、今回も不気味な廃墟を探索していました。そして一行が2階に上がろうとすると恐怖に遭遇しました。Biz buraya bir girelim, gel. Aa, şu içeri girelim. Kimse, az bir çek. Yukarı çıkıyoruz. Emin misin abi? Abi ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. O nereden geldi ya? Yukarı çek. Kaydan no bekara. Totuzen beddo karakka. Dareka 2階 ni iru. Toukousha wa sou omotte. Isoide haikyo demashita.そして帰ろうとする前にライトが2階に向くんですが、2階の窓に誰か映ってました。benim şekline gitti. Tam şu şekilde alalım da Remzi. Şu uzaktan yukarılara falan mı baksak? Zoom alayım mı abi? Ne oldu abi? Toz kaçtı bazen. Çok pis bir koku yok mu? Benim şekline gitti. Abi ses...Ne oluyor lan? Ben tövbe ya. Işık mı var orada? Az yukarıda da var. Şu abi bir şey var orada. Ne oluyor lan? Abi bak siyah bir şey var. Görüyor musun şunu? Remzi oraya zoomla dostum. Zoomladım abi, full zoomda. あれは人間か、それとも幽霊か。ベッドを投げてきたのはあの誰かなんでしょうか。次に紹介するのは監視カメラの映像。映像の舞台はとあるショッピングセンター。すでに閉館時間なのか、モール内は暗く警備員さんが映っていますが、映像を見ていると彼の様子がおかしくて、警備員さんは誰かに話しかけてるんでしょうか。ですが、テーブルには誰もおらず、同僚へのいたずら、そんな風にも思いますが、皆さんはどう思いますか。次に紹介するのは、とある警備員さんが撮った映像。そこは怪現象が頻発しているのか、撮影者はカメラを持ってどこかへ向かっています。辺りは薄暗く、何か出そうな雰囲気。そしてカメラにはすぐに怖い現象が。開いたり閉まったりする赤いドア。しかしドアの後ろには誰もおらず、通路の奥は壁、
果たして現象の原因は一体。日常生活を送っている中で誰かに見られている、そう思うことはありますか？勘違いならいいんですが、中にはそうじゃないことも。投稿者はとあるスタジオで働いており、勤務中変な音を聞いたり、何か見えた気がしたり、誰もいないトイレで肩をつかまれたり、投稿者は怪現象に悩んでるらしく、ここには何かいる。投稿者はそう思ってカメラを回しました。So it's about 2 o'clock in the morning. I've been working in the studio, and the last couple of nights I've been hearing really creepy sounds. I've been hearing footsteps and like seeing things out of the corner of my eye. Now this is a really big old building, and so that's got me a little bit freaked out. But the top of it was just a few minutes ago, I was going to the bathroom and I was standing in the stall, and I swear someone grabbed the back of my shoulder while I was standing there, and I freaked out. So if something happens, I want to have it on video. So this is where I was standing right there. The lights are up in the other bathrooms, of course. Hello?お気づきになったでしょうか。窓の向こうに誰かの顔がありました。誰かの目は光ってて、窓は地面から3メートルも離れてるんで、あれは人間ではなく動物の可能性もありますが、あの顔の正体は一体。ということで、今回もやってきました、おまけのコーナー。今回紹介するのは、ちょっと変わったポルターガイスト。撮影者は警官。通報があったのか、誰もいない夜の公園にやってくると。一人でに動いている遊具、そしてそれを見ている警官。警官たちは目の前の光景に困惑しているようで、止めるわけでもなく、ただ見ているだけ。幽霊が筋トレでもしてるんでしょうか。ということで、今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイなら。